はいはい。今日はね、ゴールデンウィーク真っ只中ですよ。今宮島口駅の裏ね、あのいつもの通勤の道路通ってますけど、まあ、車もいっぱいだね。めっちゃおるで。で今日らうちらもいっぱいだからね。5月3日ね。いやすごいと思うよ今日は。楽しみですね。どんな一日になるのか。まあ、飲食も始めたし、バーも始めたし、そっからのさ、今日あの満室初めての日でさ、なんだ。どれにぞ。行きますよ。お、なんかめっちゃあれやね、めっちゃ混んどるやん。めっちゃ混んどんで、多分あの駐車場らはもう全部いっぱいだろ。これがあるからね、宮島口は安易にあの車で来るよりはさ、あの市電とかさで来た方がいいかもしれない。もう今まだ朝なのにさ、もうあのノーですよ。駐車場いっぱい空いてやられる。うわお、すごいね。うわ、もうめっちゃ混んどるで。すごいね今日ら。この辺だったらもう結構離れとんだけどね。もうそれでもいっぱいですよ。うわーすごい。ということで、出勤いたします。でね、住宅街を縫ってね、あの出勤しよる。前はね、あのぶっ飛ばしおったんだけどね、あの実はぶっ飛ばしても楽しくないってことに気づいて、最近はこうやってタラタラ行ってるね。まあ、天気いいし、今日はね、あの天気すごい日差し強いんだけど、風が冷たくって気持ちいい。こういう日がいっちゃいいんよね。観光船がすごい勢いおるわ。
ちょっとターンして見てみよう。ちょっと景色をね、試してみようや。よいしょ。あ、ボートもしようよ。あ、電車も走っとる。見えるかな。じゃんじゃん、これ宮島ボートで、その奥のあの船が止まっとるところが宮島口のフェリーポート。今日すごいね、めっちゃ出とる。でこのちょうどこのまっすぐの これやな、鳥居は。あ、すごいね今日。おお、でもビューやね、ビューな、すげえ天気いい。ということで出勤しますか。かわいいですね、これガソリンで。うん、EV。あ、EV。ジープ。楽しいですよ。ね、これ番号取られてる。これあれミニカー登録。ミニカー登録。うん。50cc 扱いです。50cc ですか。はい。おもてなしホステル宮島というところで売ってるんで。あそこで。はい。売ってるんですか。売ってます。EV だと込み込みで65ぐらいです。そんな高くないね。そんな高くない。そう。買ってくださいよ。いらない。だって車だもん。まあ、車オープンカーか。二人乗り？二人乗りだけど行動は一人です。行動は一人しかだめ。そう。50cc のミニカーっていうのは、ね、これちょっと写真撮っていいですか。あ、どうぞどうぞ。撮ってください。サイズ感があった。はい、あーいいね。え、どこで、あのなんか新車はそこに置いてあるんですか。あのね、新車はその近くの車屋さんと提携しててそこにあります。そうなんですか、うん、もうね、あのミニカーってすぐ乗れるんですよ。もう手続き一日で乗れる。免許証があればいいよね。そう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 、うん、え、あの宮島どこおっしゃってるの。おもてなしホステル宮島わかりますか。自御前のところ。自御前。そう、自御前、あ、上ですか。うん、自御前って言ったらあの海沿い。うん、そうだね。の、あ、あの海沿いのあの牡蠣の。そう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 。あっこに今日もこれ今から止めますんで。あそこで働いてらっしゃる。そう、あの外人の方がいっぱい泊まるでしょ。そう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 。わあ、面白い。まあちょっと寄ってみるかもしれません。うん、ぜひ。はい。ありがとうございました。はーい。ちゃん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 、ちゅうことで。あんな感じでね、よく話しかけられるよ。そうなんよ、ミニカーってね、手続き1日、はい、あの陸運じゃない、市役所なのよ。で、何部屋ピーンってもらうだけじゃけさ、もう手続き1日秒なの。書類出してその場で、ナンバーもらって終わりなの。そこもいいよね。ここはね、ジェットコースターみたいに。キャーッつって、ウキキキキキキ。めっちゃいいな、ほんま今日。あ、この辺もなんか、これ駐車場なのかな。あ、この辺の駐車場もいっぱいだ。すごい、ずっといっぱいじゃん。
今日らあれだね、愛しのコスモスはあの駐車違反で悩まされるしじゃない。あっこあの駅さあの宮内じゃねえや、なんだったっけ、アジナの駅の真横であの駐車場があるけさ、めっちゃ止められるらしい。まあでもしょうがないよね。今あの宮島口はさ、あの絶賛あの自走式立柱のでっかいのをあの建築中でさ、あれできたらまたちょっと変わるんじゃないかなと。何台ぐらい、1000台ぐらい入るんかな、あ知らんよ。できるのは間違いないけど何台入るんかは知らん。したらあの国道に出るけさ、ああなったら飛ばさんにゃいけんのよね。なんかもう飛ばすの嫌なんだよね。ここです、これがバイパスっすよ。こっから一気にね飛ばさんといけんのよ。あれがねもうこの離合超怖い。いつもねじゃけんね、あのこっちで待機してんのよ。ここから行くの。で車がこんタイミングで行くんじゃけど怖いよ。ギアー。いやー引かれる、めちゃ怖いけ。みんなぶち飛ばしてくるやん。そういえばさ、あのミニジープ込み込み65万って言ったのはさ、この EV の場合のあれ任意保険を含まない全部じゃね、ほんまにだけマジ乗り出し価格、あの税込みのね。じゃあ案外安いんだよね。AB はさ、あのとにかくあの壊れるからさ、メンテナンスですごいお金かかるんだけど、ミニジップ壊れないからね、あのお金かかんない。まあいろいろ電装とか自分でカスタムすれば別だけどね。あ、ということでほら着いたよ。もう着いちゃった。おもてなしホステル、おもてなし、おもてなし、はい、着いた。ということで到着でございます。じゃあゴールデンウィーク、5月3日お仕事頑張ります。さよなら。